よかったです。無事勝って組100人取れて。そう、今日も、はい、ぜひこの松本組に入りたいという若者が。また?また来てるんですよ。またか。今日はすごいですよ。ではじゃあ今日の若者をお呼びしますか。はい。本日のゲストは、渋谷はるくんでーす。はい、というわけでどうも。よろしくお願いいたします。渋谷はるでーす。はい、お願いしまーす。お願いいたしまーす。渋谷はるさんなんですけど、私、ほぼ同期でして、VTuber、そうですね。長いですもんね。長いんですよ。はい、で、まあ、お互いね、結構、長い、付き合いなのかな?なんか、長い知り合いみたいな。しばらく覚えてるかわかんないけど。私の所属する勇敢喫茶アニマーレのケーキ食べてたの覚えてます？あ、慎んでいただかせていただきました。はい、そうなんでしょ。クリスマスになるとアニマーレのケーキをいつも食べてくれるっていう。多分しかも2年連続くらいで食らいました。そうそう、僕そう、3年目からちょっとね、ちょっと母体がなくなってしまってなくなっちゃったんですけど。まあ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 、まあ、いろいろありますから ね、どこもかしこも。あ、しかも同じなんかね、団体みたいなものに所属していた頃もあるんですよ。ありましたね。ね。そんなものもありました。爆発資産してしまったなんかあるんですけど。爆発資産しました。まあ、V 界隈爆発資産することはよくあることなので。そうなんですよ。そして、はい、この番組なんですけれども、グミ100はですね、グミを100人作って、松本グミっていうグミを大きくして、で、ジャンタマの公式をこう乗っ取ろうっていう趣旨でやってるんです。ああ、なるほど。潰そうとしてるんですよ。はい。公式の方で潰して。デカデカと、ジャンタマ公認ってどっかに書いてあるのに。そう。活動内容潰す目的なのに、公認しちゃってるってことは、もう潰していいよって言ってるようなもんですから。確かに確かに。そうそう、うん。潰せるものなら潰してみろっていうあれっすよね。そういうことですよ。なんなら宣戦布告まであるんで。あ、そういうことです。そうそうそう、本当に、柴原さんも、まあ、ここに面接受けに来てたってことは、はい、まあ、潰したいっていう意思があると思われてる、うん、大丈夫ですかね、僕、ジャンタマさんからのお仕事なくなったりしないですかね。大丈夫です。ありますからね。師匠戦ゲストですよね。初めてようやく、はい、ゲスト出るんですけど、ね、あれが最後になってしまうっていう。いや、大丈夫です。じゃあ、続いての質問です。これめちゃ大事な質問なんで。わ、はい、あ、はい、気をつけてください、ね。続いて。うわ。好きな役はありますか？うわー、やーべえ、これ。大丈夫かな、僕。これほんとはい、ちょっともう言葉ちょっとトゲあるんですけど、はいはいはい、これもうセンスない回答する人いるんで、たまにこれいますね。僕の中でこれセンスないなっていう役何個かあるんで、これ言う人は。わかりました、わかりました。いやでもやっぱ好きに嘘はつけないので、あ、そうですね、これはもう本心から好きなものを伝えかなと思うんですけど、うん、これがちょっと刺さらなかった場合は、うん、そこはもう嫌な言葉出たらすいません、本当に、まあ、あくまで減点ということで、ここはちょっと慎んで受け入れたいと思います。はい、ちなみに僕の好きな役はですね、はい、ピンフです。あーあーあピンファーか。ピンファーどうですか、やっぱこれだけはまずかったんだな。やっぱ組はちょっと平和求めておられないですね。いやちょっとまだ早いわ。ピンフなんでスティカーをちょっと乗せてもらったやつ、ね、そうそうそう、やつはやっぱ理由が悪かったですから、あの人は。そうそう、やつは理由が悪い、うん、僕がピンフ好きな理由はですね、9ヶ月前からマージャンこうちょっと、うんうんうん、まあ、ちゃんと触り始めて、その1、2ヶ月ぐらいから僕勉強を始めたんですよ、マージャンの。せっかくだし上手くなりたいなと思って、うんうん、初心者向けの本とか動画とか見るとやっぱりこう、とりあえず役を作るならピンフを目指せって書いてあることが多くて、じゃあピンフを目指してこう手を組んでいくといいんだなっていうのがもう魂に今のところ刻まれていて、まだそこからこう脱却できていないので、ピンフっぽいハイパイが来るとなんか気持ちいいってなるんですよ。あ、これね、とりあえずどの本か言わなくていいんですけど、その本破り捨てた、はい、結構数冊破り捨てることになるんですよ。いやいや、もうピンクね、意外にならない上に大した点数にもならなくて、確かに安いですよね。9ヶ月だししょうがないけど、勉強中ですから、うん、そうそうそう、20年やっててピンフって言ったらちょっと僕もいましたね、前回いました、20年やっててピンフだって言っていた人がね。そう、この回はもうなかったことにしましょうってなってたんですけど、はいはいはい、まあ、まだね9ヶ月、うん、1年2年経っていくと多分ピンフはもうゴミだみたいになる可能性もあるんで。よかったです。じゃあそうそう、まだ初心者が通ってしまう、こう間違った道なんですね、ここは、うん、視聴者の皆さんも渋原さんも今日麻雀しようぜと、好きな役何みたいな、俺ピンフなんだよねって言ったら
みたいになっちゃうからよそでは言わないようにしてください、ね、よかったでもそれ僕9ヶ月で気づけたってこれめちゃめちゃ得じゃないですか。そうですよ、これかなりアドバンテージですから9ヶ月で気づくの。そうですね、あと19年3ヶ月気づかなかった可能性あったってことですもんね。そうですよ、そういう人がいますから実際。危ねえ、やっぱ結局実践的なのはやっぱね単位アウトリーチとかがやっぱ多いんで、やつら最強の役ツートップなんで、うんうんうん、最強の役を言ってると、あ、実践的で知ってんなっていう、ここ面談あのポイントアップパートなんですよね。もうあの二度と僕ピンフって言わないです。そうですね。あのなんならもう今からタンヤオ信者になるんで。言われてみればやっぱなんかタンヤオな気がしてきましたねこれ。そうです。タンヤオがやっぱいい女なんですよ。泣けるし。そうなの、泣けるのよ。多分ねピンクとタンヤオどっちが上がったっていうと絶対タンヤオの方が多いと思うんですよね、うん、今まで。ああ。泣かない人はまた別なんですけどね。うん、なんでこのパートに関しては、はい、あのかなり減点ということで。ここはもう残念ながら、はい、続いてのコーナーいい、ね、松本グミ重大ニュースグミニューのコーナーでーす。本日のグミニューはねやっぱりこれしかないでしょう。5月から行われていた新域リーグにて我らがチームヘラクレス準優勝を獲得しました、うん、はい、そこで渋春くんにちょっとお尋ねしたいことがございます。はい、何でしょう、はい、そこでもし来季があるとしたら渋谷春参戦の可能性はありますか。あー、なかなかぶっ込んできましたねなるほどなるほど、新規リーグに渋谷春参戦の可能性ですか、はい、あの、はい、実は第1回新規リーグつい最近終わったやつあったじゃないですか、うんうん、あれも実は募集要項を見て僕あの応募のサイトまで行ってるんですよ、Google ホームからまで行って、そうあの年明けから僕麻雀ハマってるってお伝えしましたけど、ちょうど僕始めた後だったんで、それぐらいだった、その頃別に今みたいにこう麻雀の勉強したりとかはしてないぐらい、する始める前ぐらいかなとかだったんで、どうしよっかなって思いながら1回見に行って、でそのやっぱ拘束時間とかを見て、うわちょっとこれ怪しいなってなってしまう、出れるかどうかがすごい不安だなっていう、そのスケジュールの不合上、一番自分の中でネックだったのはその実力とか他のいろいろな要素じゃなくてスケジュールが一番ネックだったんですけど、タカちゃんとそれこそ麻雀をさせていただく機会があって、その時にちょっと新規のお話をしたことがありまして、スケジュール結構都合つくよみたいな話を、そう割とねあの、はい、都合つくんですよね、なんか僕のイメージだとこうどっかのタイミングで丸日にもう抑えていてくださいみたいな感じで、なるほど、全然そんなことなく、はい、私入院してましたし、あそうそう確かに結局誰がねあのこの日出るかって、この日行けないんで次のとこに登板させてくださいってみんなで話し合って出る日を決めれるんで、別にそうなんですよね、で急にダメになったら別に他の人みんなね基本的に開けてるんで、うん、あの行ける人は行けばいいし、そう本当にどうしても急にダメになったらなんか一個下のランクの人が出るみたいな、そういうのもできるんで、どうしても出なきゃいけないとかないんですよね。そう、その心配はまあ大丈夫だと思います、うんうん、一番ネックだったのがそこだったので、で、まあ、そこがこう解消できるのであれば、うん、ちょっとじゃあ第2回とかもしそのドラフトで手を挙げることができるのであれば、うん、僕は手を挙げたいなとは思っています。いいですね。ちなみに監督誰がどの監督がいいとかあります？うわーそれはちょっと悩ましいからいやこの面談というのを抜きにしてほしい今この場で言うとあの松本さん以外言うのがちょっとはばかられすぎるんで、確かにねちょっとねカードが立ちましょう。タカちゃんもそうですね、やめときましょう。ここはもう完全不正で、ね、はい、もうやるしかないね、やるしかないですね。渋春渋春渋恥でもうねえ、うん、レイド君もいるし、味方なのかバチバチの敵なのかそうレイド君とかもやっぱ楽しそうだったし、でなんか麻雀ってこう腕磨いてもやっぱ試す場所難しいじゃん、難しい難しい、うん、別にジャンソそんなに行くことはないだろうしとか、別にプロ目指してるわけでもないしみたいな、そこでこうもし新規リーグとかに関われることがあるんだったら、もう自分の中ですごいモチベーションになるとは思うので、そこはやっぱ気になりますね。おお、それはちょっと楽しみですね。ね、まだちょっと第2回がね、ことがあれば、そう第2回があるのかどうかすらちょっとまだわからない状況ですから、うん、もしねいろいろ発表があってね参戦できるようなことがあればぜひね。腕温めといてもらって、ね、あもう腕はあの何も関係なく一生温めてるんで大丈夫、任せてください。ほっかほっかにしておきます、うん、やったぜー。というわけで続いてのコーナー最終審査。